不相応な行動を決めたわけです。今回は私の女性会員たちにアドバイス。まずは婚活の土俵に上がれについて話をします。新入会員はプロフィール作成後、結婚相談所の婚活アプリが使用できるようになります。私の結婚相談所は婚活アプリで登録会員数8万人の写真プロフィールを見ることができます。女性会員の中には男性会員の写真プロフィールを見るだけでお見合い申し込みをしない会員が多数います。たまにお見合い申し込みをする男性のタイプは高学歴、高身長、要するに美男子ですね、高収入、つまり参考男性です。しかし参考男性にお見合い申し込みをしてもお見合いを受けてもらえないのでお見合いができない。入会後3ヶ月以上経って一度もお見合いをしていない女性が多数います。そして最後はここの結婚相談所は良い会員がいないと言って結婚相談所の婚活を去っていくパターンになります。約20年前、私が35歳、1回目の結婚相談所の婚活のパターンと同じです。私は結婚相談所に行かない、お見合い申し込みをしない、お見合い申し込みが来ても美人としかお見合いを受けない。結局、私は結婚相談所のルール、40歳で強制退会で、結婚相談所を去りました。婚活は異性の男性または女性と会わなければ婚活していることになりません。プロフィール写真を見ているだけでは結婚活動とは言えないのです。私は女性会員にまず10人お見合い申し込みをしなさいとアドバイスしました。これができるかできないか、婚活の第一歩を踏み出せるか分かれ道です。婚活しましょう。そして新しい人生を歩み始めましょう。